知ってるワイフ、12年前のチソン&ハンジミン、甘い、ファーストキス。この記事にはドラマのストーリーに関する内容が含まれています。写真イコールテレビ N、知ってるワイフ、放送画面キャプチャーハンジミンの愛嬌がチソンを虜にした。22日に韓国で放送されたテレビ N、知ってるワイフ、では、ジュヒョク、チソン、ソウジン、ハンジミンの12年前の過去が書かれた。修学能力試験、日本のセンター試験を控えているウジンのために、ジュヒョクが餅をプレゼントした。するとウジンは、先生が食べさせてくれたらもっといい成績が取れそうだけど、と愛嬌を振りまいた。それだけでなくウジンはジュヒョクの手を噛みながら彼を思うがままにした。二人はすでにお互いに惚れていた。ジュヒョクはウジンが浪人生だった時期も彼女のそばにいた。